外出をする者は班長まで申し出ておけ。よしけ。おかえり。はい。おい、山村。お前、明日どうする？おい、行きまた。おう、どこだ。なんだ、お前、明日外出するか。お前どうする？お前どうする？お前どうする？おい、田中。おう。田中は明日家に帰るはずじゃなかったのか？いや、帰らん。そうか。それじゃ4人で外出しようか。お、よかろう。よしな。じゃあ俺ちょっと手紙取ってくるからな。沢村生徒、書簡をいただきに参りました。はい、少し静かにせんか。田中生徒、書簡をいただきに参りました。異常はありません。よし。田中。はい。その女の人は誰だ？はい、おばあさんであります。ああ、そうか。おばあさんか。はい。そうか。スマートで早くな。あ、痛いじゃねえか。痛いぐらい我慢するんだよ。だって人頭でどんどんすんなよ。軍人は痛いぐらい我慢するんだって。軍人だって痛い痛いよ。まあ、手術になってくれなし、頼むからな。よし。大丈夫か？うん、大丈夫だ。これにおいて50年代の世界最大の傑作として支えない。ショートロック。バリカンを返しました。佐藤生徒、帰ります。お前の頭はどうしたんだ？はい、一生懸命やったんでありますが、借り切れなうちに消灯になったんであります。そうか。では明日の朝早く帰れ。はい、佐藤生徒、明日の朝早く帰ります。帰ります。うん。思えば遠し故郷の空。
ぎたれ。たまなすつゆはすすきにみつ。思えばにたり故郷の目。やむろ、それか、ごっ。わがはらからたれと遊ぶ。おい、8時から金銭水道の検査あるぞ。そうか、そうか。八代セットには78銭残っております。よし、田中セットには37銭残っております。この菓子2円中のは一体何を食ったか。はい、アンパンであります。アンパン、アンパン2円も一人で食ったか。はい、4人であります。誰と誰と誰と。雪本と山村と佐藤であります。雪本、はい。山村、はい。佐藤、はい。ちょっと来い。はいはいはい。お前たち4人で80個のアンパン、つまり1人で20個ずつ食うたちわけじゃな。はい、はい。先日おばあさんから手紙が来まして、妹が生まれたと知らせてくれましたので、お祝いにアンパンを買ってみんなにご馳走したんであります。うん。自分は10個ずつで行ったんでありますが、雪本がどうせ食うなら20個ぐらい食わなければ食ったような気がしないというので、20個ずつ食いました。なんぼお祝いでもそげ食うやつあるか。お前たちの体に必要な栄養は十分給与してある。そのことして、もし体で壊したらどうすっか。はい、はい、お前たちの体はお前たち個人のものではなかぞ。はい、お前たちの体は誰か、はい、誰のものか言うてみ。大日本帝国のものであります。雪本、大日本帝国のものであります。佐藤、大日本帝国のものであります。山村、大日本帝国のものであります。よし、じゃあ大日本帝国がお前たちにアンパン20個を一度に食えと命じたのか。命じません、命じません、命じません、命じません。それ見ろ。じゃあこれからそやんこすんな。はい、はい、今後注意せないかんぞ。はい、はい、よし。金銭水道の検査は大体においてよろしい。だが中にアンパンを20個も一度に食ったものがあったが、これはいかん。軍隊の戦闘力はまず健全なら身体、特に航空部隊の軍人は極力健康に注意しなきゃなんちゅうことは、これはしばしば隊長殿より訓示されてあるだろう。アンパンを食うのはよか。ケチケチして食いたかものを我慢せとは言わんが、20個も一度に食わんで、せめて遠くらいで我慢しとけ。いいか、わかったな。はい、わかりました。よし、本日の科目特殊飛行、実施要領は前日の夜なし。練習を始め。それ飛行あり。雪本生徒以下8名、各機操縦、科目編隊運動終わり。よし、
28号機操縦、科目編隊第1番機。田中生徒22号機操縦、科目編隊第2番機。大杉生徒23号機操縦、科目編隊第3番機。一般的に言うと、離陸体系保持、体系変化、着陸ともによろしい。なお、各陣について言うと、離陸において1番機のレバーの入れ方がやや急であった。はい。船体は3機と違うから、容器のことを考えなくてはいけない。その他は、誘導、進入、目測ともによろしい。2番機は体系保持においてやや距離感覚が少ない。はい。3番機、おおむねよろしい。5番機は常に高度差が少なく、特に修正操作が大きい。そのために常に動揺して落ち着きがなかった。着陸の際、4番機は著しく離れすぎたのはいけない。その他、おおむねよろしい。終わり。エレン、近頃お前たちの訓練を見ておると、熱意と信念が欠如しておる。焦燥の様子が見える。一言注意する。人間は生まれてきた以上、立派な死に場所を得て立派な死に方をしたいのは我々軍人のみではない。人間が立派に死ぬということは立派に生きるということと同じことである。これこそ日本武士道の精神であり、宗教でいう生死一条の信念である。この精神が神の心である。賢くも明治天皇と軍人に賜りたる御直輸の精神であると拝察するのである。しかし我々ポンプは訓練において、あるいは実践において、不安や焦燥の感情が絶無とは言い難いのである。
そうした場合に当面したならば、謹んでご勅諭を拝承し、日本武士道の精神を高揚するように心がくべきである。近い将来にお前たちはここを卒業して立派な皇国空軍の勇士として育つのであるから、寸事と申しんで精神身体そして技術の錬磨に精進することを希望する。おい、申告いたします。山本隊は1月18日付をもって二連部隊中隊長を命ぜられ、ただいま着任いたしました。謹んで申告申し上げます。君は前にも一度前線におったそうだな。あ、事変当初半年ほどおりましたが、それからまた学校へ戻りました。うん、そうか。君たちが育ててくれた少年航空兵もなかなか成績がいいぞ。はあ、ありがとうございます。おい、能登。山本が着いたそうだが、どこにおるか知らんか。自分たちの今ピストで聞いてきたばかりです。おい、山本隊殿はどこにおられるか知らんか。はっ、ただいま本部で副官殿と話しておられます。そうか、よし。改めての悪友がまた一人増えたというわけですな。うん、そういうわけだな。早速山本の歓迎会やらんといかんな。よかろう、早速やろう。歓迎会は大にさせるな。長谷殿、稲葉が幹事をやりましょう。うん、貴様やれ。稲葉、飲み物はなるだけたくさん頼むぞ。幹事、任せていてください。その歓迎会にはぜひ出席しよう。なんだ、貴様そこにいたのか。人が悪いぞ。いや、しばらく。山本斎殿が会いに来られたぞ。お前たちが元気でおめでとうございます。おめでとうございます。お久しぶりです。お
おめでとうございます。いや立派になったの。お前たちの元気な顔を見られて嬉しいぞ。みんなで随分おいでをお待ち申しておりました。任務がありましたのでお出迎えもせずご無礼いたしました。そんなことは気にせんでもいい。どうだみんな気合いかけてやっとるか。はい、気合いをかけてやっております。近頃は左官屋が壁を塗るような飛び方はしなくなりました。お、まだあんなこと覚えてるか。こうしてみんな揃うと田中がいないのは残念だな。はい、田中は立派な働きをして立派な戦死をいたしました。田中のことは内緒で聞いたぞ。あいつは偉いやつだ。あれだけのことはなかなかできん。教官殿、自分たちはまだ何の手柄も立てないで面目次第もありません。人間には運不運がある。まだ先がある。焦るな焦るな。はいはい、はい、教官殿、佐藤生徒であります。大崎であります。佐藤は、お前も生徒じゃないぞ。立派な軍人じゃないか。は、そうでありました。お前たちは重爆だったな。はい、7体になります。元気でしっかりやれ。はい、これからちょいちょい遊びに来い。はい、参ります。まるで学校に帰ったようですな。島田少佐殿は探しておられましたよ。そう、ありがとう。じゃあみんな早く休め。はいはい、はい、市民総会一番いかんぞ。はいはい、はい、お待ちください。お待ちください。教官殿が来たら戦闘隊は鬼に空棒だな。いやでも鉄砲でもってこいだ。おいみんな、明日から気合入れてやろうぜ。よし、次のやつがかわいそうだと思ってくれると思ってるのか。しかし俺もいつか落下山で降りてきたとどうしても打てなかったよ。お前たちそんなお腹の使ったみたいなことしなくて、落下山で降りていくやつは直接に撃つことも断が操縦士であるということがすでに目的なんだ。飛行機を持たせたらまた舞い上がってお前たちの外っ腹に風穴を吹くわけに来るやつだ。もっとどんどん撃たんかい。はい、あとは帰ったぞ。雲の注意管理と斜め各機登場。爆破爆撃終わり。電気異常なし。よし、分かれ。Thank you.
残念だが衝撃的まい。正面から帰ってきたって言ってる顔を見せてくれ。よかったな、本当によかったな。ああ、これ持ってきた、みんなで一杯飲もう。よし、貴様もたまには気の利いたことするな。何のかすか。これでもうちの体内それを拝み倒してやっと持ってきたんだぞ、なお先。うん、ありがたく飲まんか。はい、頂戴します。よし、これで山村も長生きするぞ。おい、フィーチャー君。おい、みんなお祝いにいっぱい飲まんか。おい、各自コップを持っています。おい、めでたい。酒はいつでもめでたいの。やれ。おだいぶみんなにぎやかだな。はい、佐藤が山村のために少し酒を持ってきたので今みんなで飲んだところであります。そうか、中大将殿、うん、山村のために一ついかがですか。よし、なろう。稲葉先生の一杯いかがですか。うん、おお、もももも、ああ、これは一つわしも寄付しよう。おい、当番。はい、わしの部屋行って酒を持ってこい。はい、もう一ついかがですか。今夜は許すからみんなで大いに飲め。はい、はい、ありがとうございます。中隊長殿、フィチャークが毎日あるとよろしいですな。ほら、何を言うか。フィチャークが毎日あってたまるか。なんや、山村。はい、ございます。ああ、今夜は愉快だったな。うん、愉快だった。俺も命苦労したおかげで愉快だった。よし、もういい、貴様たち送らんでいい。大丈夫か、貴様。佐藤は絶対大丈夫だ。めったに藤ちゃんが幸せんぞ。おやすみ。じゃあ、おやすみ。おやすみ。気をつけて帰れよ。うん。夕空晴れて秋風吹き、月影落ちて涼しなく、
おい、手一杯くれ。よし。おい。おい。しっかりやろうぜ。うん。互いにしっかりやろうぜ。夕飯が遊びに行くぞ。うん、待ってるぞ。戦闘隊集合。甲賀までは個人体験、高賀通過後は戦闘隊形に移る。下水より180度に進入。爆撃砲、隊形は基準隊形。全体同時連続投下、投下間隔50メートル。爆撃後左旋回、直路帰還。戦闘隊は爆撃隊に共同して西安飛行場を攻撃する。どうぞ。4500進入経路、爆撃隊に同じ。西安到着は7時30分。攻撃目標、基地として敵戦闘機。はい。
中隊長殿、大崎、竹山、木下、大杉、大崎、中隊長殿、佐藤であります。中隊長殿、佐藤であります。中隊長殿、佐藤であります。中隊長殿、中隊長殿、佐藤であります。それで一番きつかつは何ちゅうても乱臭じゃね。ああ、うん、これか。うん。稲葉少佐。うん。その後奈良木の消息について何かお聞きになりませんか。わしはまだ何も聞いとらん。本部では地上部隊と連絡をして捜索しているが、まだ何の音沙汰もなか。もう5日になるな。はい。元気のいいやっちゃけ、案外志奈さんの飛行機でも分取ってニコニコして帰ってくるかもしれんぞ。しかし死んでいても不思議はなかばい。それが戦争じゃん。行ってまた。くよくよすんな。はい。みんなあんまりバカにバカしないで早く寝るんだぞ。はい、はい、はい。雪本。
荒谷殿や佐藤の戦死が確認されたぞ。確認された？今地上部隊から荒谷殿のほか6名の遺品が届けられた。雪本総長殿、山村総長殿、中隊長殿お呼びになります。戦死したぞ。はい、今山村から聞きました。自分は佐藤が羨ましくあります。お前たちは佐藤と一番仲良しだったな。はい、自分たちと田中と佐藤と一番仲良しでしたが、二人だけ残りました。7体以下6名の英霊に黙祷しよう。地上部隊の連絡によって判明した佐藤の最後の状況を話してくる。そこへ駆け寄って。はい、はい、奈良隊と佐藤の死骸は墜落地点より約4キロ離れた地点で発見された。佐藤は頭部を右から左へ撃ち抜いて潔く自決していたんだ。佐藤は重傷を負った奈良隊を送って何とかして友軍の陣地へ近づこうと努めたらしいが、出血多量のため奈良隊がまず絶命した。佐藤は奈良隊の死骸が敵に発見されるのを恐れて墜落の際左腕は骨折してダメになったので右手だけで奈良隊をうずめる穴を掘る。奈良隊を年頃に埋葬してその墓前で自決したんだ。佐藤の右手の指先はささくれだって血だらけになっていたと死骸を発見した地上部隊の将校が言っていた。わしはこの話を聞いたとき思わず頭が下がったぞ。
谷も佐藤も武士の本懐だとみんなと一緒に極楽で祝賀会を開いているよ。二人とももう帰って休め。今日、人間の最後はいかに大事だということがつくづく分かったぞ。俺もやるぞ。俺も死ぬときは立派に死ぬぞ。泣いとったな、お前たちは。はい、はい、泣くな。佐藤は決して死んじゃおらん。死生一助じゃ。我々軍人は七度生まれ変わってお上にご奉公申し上げるんじゃ。よくわかりました。中隊命令。情報によれば敵戦闘機約30、核油20に集荷港に到着せず、中隊は全力をもって出動、南風および内洋付近上空において敵機を求め、それを撃墜せんと。海警都会編隊軍行動の概要。6時出発、南風上空に弾7時30分まで南風および内洋付近上空を制す。高度3000メートル以上ですね。一つ盲信は切符の言うである。受けがけの巧妙を焦らん。渋滞は常に一丸となって敵に当たれ。おい、来れ。山下殿、では行ってまいります。元気で行ってこいよ。はい、元気で行ってまいります。
隊4機撃墜、異常なし。第3編隊5機撃墜、異常なし。第4編隊4機撃墜、雪本機帰還せず。第5編隊3機撃墜、異常なし。第6編隊4機撃墜、異常なし。誰か雪本の最後の状況を詳しく知っている者はないか。第4編隊は中隊長の攻撃下令で敵の第5編隊を攻撃しました。雪本総長は敵の2番機を撃墜、さらに下方に離脱した他の1機を攻撃中を目撃しましたが、以後の行動は不明であります。よし、分かれ。もしもし。はい。あ、山本隊です。ただいまやっつけてきました。7時30分、蘭風上空において敵戦闘機30機と交戦、うち24機撃墜。我が方雪本総長機帰還せず。中隊長殿、自分を雪本の捜索にやってください。どこかに不時着してるんだと思います。雪本は敵に撃墜されるような男ではありません。わしも雪本は敵に撃墜されるような男とは思っておらん。燃料はあと30分ある。しばらく待て。はい、しばらく待ちます。山村、ちょっと落ち着け。何だこれしきことで震えてるの。はい。飛んでいきましょうか。うん、山本隊殿、稲葉がちょっと飛んでみていきましょうか。中隊長殿、飛行機が見えました。Thank you.
缶から用意しておけ。大久保、輸血の用意をしろ。はい。雪本、雪本、傷は浅いぞ。しっかりしろ。山村か。中隊長殿。ここにおるぞ、雪本。しっかりしろ。中隊長殿。不覚をとって申し訳ありません。不覚じゃないぞ。よく帰ってきてくれた。もう何も心配せんでゆっくり養生しろ。いいか。中隊長殿、不覚をとって申し訳ありません。輸血をします。大橋隊殿、自分の血を取ってください。自分は A 型であります。大橋隊殿、自分の血を取ってください。自分も A 型であります。自分は AB 型であります。自分の血を取ってください。自分は B 型であります。自分の血を取ってください。自分は A 型であります。自分の血を使ってください。自分は AB 型であります。自分の血を使ってください。大久保、雪本の血液は何型か調べてみ。はい。雪本総長は O 型であります。大橋、O 型ならわしの取ってくれ。よし、採血しよう。
和したい殿、なんとかして助けてやってください。雪本、俺だ。わかるか。中隊長殿、三機預けてきました。苦戦でありましたが、三機預けてきました。最後の一機は胴体に白赤緑の三本筋をつけていました。敵二大隊の林大隊長と確認します。比重は打ち尽くして弾が一発もありませんので、体当たり戦法で言ってやるとどこまでも追っかけまして地上に叩きつけてやりました。あまりいい気になって800メートルばかり上空にいた敵6機に気がつきませんでした。囲まれて不覚を取りました。中隊長殿、先頃は奈良態度の以下6名が戦死され、今度は自分がまたこんな姿で帰ってきて、式に及ぼす影響を考えると誠に申し訳ありません。自分は命が惜しくて帰ってきたのではありません。中隊長殿がいつも言われるように、戦闘操縦者として撃墜の汚名を着たくなかったのであります。しかしいよいよダメならいつでも突っ込む覚悟でいました。でも敵に戦果を許したくありません。敵に醜い死に様を見られたくありません。何でもかんでも飛行機と一緒に帰るんだと自分を励まして帰ってきました。中隊長殿、両機はみんな無事に帰りましたか。雪本、雪本、雪本。山村か、貴様何機落とした。俺は2機落としてきたぞ。俺も2機。そうか、よかったな。雪本、早く良くなって、貴様は1番機で、俺は2番機で元気で一緒に飛ぼう。中隊長殿、自分は山村と話したいんであります。よし、山村を除くほかみんな外へ出ろ。はい、はい。痛むか、雪本。うん、痛む。やられた時は何の苦しみこそと頑張っても、瞳孔が見える頃、出血がひどく頭がぼーっとして眠くなったのには弱ったぞ。山村、俺はもうダメだ。どうしてそんな弱いこと言うんだ。傷は浅い、養生して早く良くなるんだ。気休めを言うな。俺には俺の最後がよくわかる。山村、俺が死んだら俺の骨は貴様が預かっておいてくれ。そして出動するときに貴様の飛行機の片隅に乗せて一緒に連れてってくれ。もしも貴様がめでたく凱旋したら、貴様の手で母親のところに届けてくれ。
俺の身の回りのものは貴様と中村と沢村でいいように分けてくれ。国の母に送らんでいい。そんなものを送ると生地見るたびごとに思い出させるからな。山村、俺は死んでも貴様たちと一緒にいるぞ。貴様たちが出動すれば俺も一緒に飛んでるぞ。言いたいことはないか。中隊長殿、稲葉少尉殿、自分は幸せ者でした。山村、俺を起こしてくれ。一つ、軍人は忠節を尽くすを本分とすべし。一つ、軍人は礼儀を正しくすべし。一つ、軍人は武勇を尊ぶべし。一つ、軍人は信義を重んずべし。一つ、軍人は質素を旨とすべし。天皇陛下万歳。